林家彦六は落語家。東京府江原郡品川町出身。生前は落語協会所属。本名、岡本義。全名の林家正蔵としては八代目。俗に、彦六の正蔵。以下は、十五位。出林、勝負玉位。話家からは、居住地の稲荷町また正から、とんがりの正蔵と呼ばれた。妻は、岡本巻。 息子は、日本舞踊家、花柳森彦。芝居話や階段話を得意とし、林家正像の名をさらに高めた。現在では、商店、大喜利メンバーである、林家菊王、三遊亭吉美学の師匠としても名前が知られている。1907年に、尋常小学校卒業後、1908年より、七夜、放浪工場、木地屋などで、地望校で、転々とする。 1912年、二代目三遊亭三福に入門し、福吉を名乗る。1914年5月師匠三福が、三遊亭金像に改名し、三遊亭金八に改名。1915年頃から大師匠四代目、三遊亭炎章の弟,弟弟子二代目、三遊亭窓から区に稽古をつけてもらうようになる。1917年1月、 師匠金さんと共に四代目立花や炎像の内輪弟子となる。1918年2月に二つ目昇進し、立花の計23像に改名。1919年4月、窓科学が三遊一丁に改名し、窓科学の名を譲られ2つ目のまま、三代目三遊亭窓から区襲名。この頃は、初代桂小南らの三遊分派に所属。 1920年6月、新内昇進、同時に結婚。1922年2月、師匠演蔵死去に伴い、三代目、柳屋子さんの預かり弟子となる。その後3ヶ月ほど二代目、桂美希助の下で修行し、あの釣り、タバコの火などを教わる。1925年9月には兄弟子初代、柳屋小藩、柳屋子さ三皿と共に、 落語革新派を旗上げするが翌年1月に、落語革新派は解散。1927年に東京落語協会に復帰。兄弟子4代目長家老馬学の内輪弟子になる。1928年4月前師匠3代目柳家子さん引退に伴い、師匠馬学が4代目柳家子さんを襲名し馬楽の名を譲られ、5代目長家老馬楽襲名。 1929年10月以降の世界恐慌による不景気の影響で寄せも客が大幅に減る。馬学は芝居の脚本の朗読会、とんがり会を開いていた。また、この頃、徳川無制主催のダンタン集団という漫談研究会に入り、木下花星らと漫談の修行をしていたこともあった。1950年4月22日、一代限りの 条件で、エビナ家から肖像の名跡を借り、八代目、林家肖像を襲名する。1963年12月、第18回文部省芸術祭奨励賞受賞。1965年、落語協会副会長就任。12月に、第20回文部省芸術祭奨励賞受賞。1968年11月3日、四重法省受賞。 1968年12月に、第23回文化庁芸術祭、芸術祭賞受賞。1970年2月からの各月、芝居話、林家正像の会を、東京、岩波ホールにて開催。1971年1月に本テレビ、演芸番組、焦点指定大喜利、鶴亀大喜利、演芸コーナーに出演。 以降1981年まで不定期に出演。1972年4月9代目、桂文治、6代目、三遊亭演唱と共に、落語協会顧問就任。1974年4月29日に国四陶水法賞受賞。1976年、芸術編章文部大臣賞受賞。1980年9月20日に、 林や三平死去したため9月28日に、肖像の名跡をエビがけに返上。肖像として、最後の公演は、旅の里淵である。1981年1月下席より、林や彦六に改名。4月昭和55年度第一回顔名人、大正功労賞受賞。11月7日、日本橋大名圏で行われた一門会の一眼国が、 最後の講座となる。1982年1月29日肺炎のため、東京都渋谷区の代々木病院で死去、86歳没。その日の夕方まで病室にいた二代目、立花や文造が言葉を聞き取れず問い直すと、馬鹿野郎と怒鳴られたという、信、ぶ、15位、賜物、金牌1個。生前から、白木区会に加入しており、遺体は、医学研究用に、 東京医科歯科大学に検体、角膜は慶応義塾大学病院のアイバンクへ提供された。1955年母方の祖父は鎌倉菓子の船宿、岡本屋商兵に生まれた息子だったが、岡本屋を飛び出して飛び職、火消しになってしまう。祖母は武士の家出身で、その二人の間に生まれた娘が岡本義の母親である。稲荷町時代の逸話、病石の変換など、 古き良き話し家として名を残したことでも知られる。格尺とした老人の話し家の代名詞として、ビート、たけしなどに引き合いに出され、秋元治の漫画、こちら、葛飾区亀有公園前発出所では、ヒコロクみたいな奴だとのセリフが登場する。独特な人柄、最晩年の非常に特徴的なヘナヘナしたしゃがれ声や、スローなテンポの話し方などから、 落語家などにモノマネされることが多い。語尾を曖昧にせず常に明瞭に発生する独特の節回し的な語り口は、若い頃に三遊一朝に徹底的に芝居話を仕込まれたためだと本人は語っている。弟子である林家正弱は、ヒコのクの物真が得意で、寄せの講座で披露することがある。また、正弱の兄弟子である、 林や菊王も二つ目昇進まで付き人として面倒を見てもらった。師匠彦六のモノマネが得意で、新作落語、彦六伝をお箱としている。通称、とんがり。曲がったことが嫌いで、すぐにカッとなるところから来ている。弟子に対しても失敗するたびに波紋を口にする。しかし謝れば許し、翌日にはもうけろりとしている。波紋宣告の回数は、 ほとんどの弟子が二桁を数えていて、菊王は37回、幸楽は23回波紋宣告をされている。若い頃は、学があり、理屈っぽいことから、話か仲間から、インテリ、新人と呼ばれ、ナイ洋服を着て、共産党と付き合っているとかげ口を叩かれた。実際に、日本共産党の熱烈な支持者として知られるが、イデオロギーに共感したわけではなく、 本人団によれば、あたしは方眼悲劇あるいは、共産党は女性っぽいから好きなんですよとのことであった。自身が悲劇にしている、共産党、金子光弘などに、参院議員時代の立川男子が、侮辱的なヤジを飛ばして辞職後も、場外で続けていたことを心よく思っておらず、会えばしょっちゅう喧嘩になっていたという、いかにも、通称、とんがりらしいエピソードがある。その一方で、 男子については、選挙活動を手伝ったり、自殺するのではないかという器具を親しい知人にしばしば漏らしていた。なお、男子本人も自殺願望があったことを後に認めている。詳細は、立川男子の項を参照。30年以上にわたって、朝日新聞を愛読したが、市場で落語評論家が、東大の名人について、五代目古今亭。 新章八代目桂文楽、六代目春風亭柳橋、十代目金原亭和製の名を挙げ、ここまで来ると次の指が折れないと書いたことに激怒し、執筆者に当てて、お前さんの小指はリュウマチじゃねえのかいと書いた、はかきを即達で送りつけ、朝日新聞の購読を停止し、新聞赤旗を取るようになった。江戸、明治の香りを持った人物だが、オフの時は英国町に、 洋服も着こなし、意外に現代的な面があった。巡業に出ると、必ず昼食は、カレーライスで、客が自宅に遊びに来ると、どうです。コーシーでもと進めていた。朝食は必ずジャムを塗ったトーストにコーヒーだった。無駄遣いを嫌い、新聞の折り込みチラシの中で、片面印刷のチラシを見つけたら切って、ネタ帳の代用していたという逸話があるほど。 仕事で頻繁に寄生通うため、通勤用定期券で地下鉄を利用していたが、これは通勤用に割り引いてもらっているんだから、使用に使うべきでないとして、使用で地下鉄に乗る際には別に通常乗車券を購入し、改札口では駅員に突きつけるように見せていた。男子も、この立地さには呆れつつも感心し、国会議員当時に世の中にはこんな人もいると、国会で、 ヒコロクの逸話を紹介している。せっかちな性格で飛行機を使って東京に帰った時、たまたま羽田空港が満員のためしばらく上空を旋回したことにてめえの家の玄関先まで来てて入れねえって方がある。文系と腹を立て、次来飛行機を使わず鉄道で地方巡業に行くようになった。それでも出発の1時間前にホームに向かうので、 周囲から早すぎると止められても、遅れることがあるんだから、間違って、早く出るかもしれねえと言って意に返さなかった。五代目、柳屋小三名跡の襲名をめぐり、彦六は弟で四九代目、柳屋小三次と争ったが、当時の大御,御所である八代目桂文楽に、若いながらも見込まれていた九代目小三次が五代目、小三を襲名することになる。代わりにもらうことになったのが、 秋明跡だった八代目の肖像であった。この際に、浅草の金管板だった山春、山田春夫は工業の関係で彦六と縁があった、関係で崩壊臨機をやんだと、聞き書きの中で北村銀太郎は説明している。稲荷町の住居は昔ながらの四軒長屋の隅の家で、近所に銭湯があり、まさに落語の世界そのままだったという。 玄関には、林屋ののれんがかかっており、春夏、秋冬で2色あった。現在、長屋は取り壊されコインパーキングになっている。銭湯は、近所の、ことぶ湯が、昔風の銭湯の印象を残した建物で、営業しているが、向かいの道順回上の下アパートメントは、最後の道順回アパートとして惜しまれながらも2013年に、解体されている。 いずれは名跡を三平に返上するつもりでいたが、三平の行為により、修正肖像を名乗ることとし、自らの死後三平に返上することにした。しかし1980年三平休世に伴い、肖像の名跡を海老が家に返上、ヒコロクに改名する。ヒコロクの由来は、木村外地の監督した映画、ヒコロク大井に笑いフで、徳川無星が演じた、役名、ヒコロクから、 住んでいた四軒長屋の隣は二軒長屋で、前師匠三代目、子参の弟子で友人の九代目、桂文治が住んでおり、孔子共に仲が良かった。元兄弟子の六代目、三遊亭炎症とは、天敵と呼ばれる間柄であり、最後まで徹底して、反りが合わなかった。対立関係の表面化は、彦六が六代目、 三遊亭炎章襲名に際して、あの人に六代目が務まるわけがないと酷評したことにまで遡る。ただし、章天指定大喜利では、隣合わせで座っていた時もあった。なお、炎章の師匠は彦六が一時期師匠金さんと共に、内輪弟子として所属していた四代目炎像である。だが、一方で炎章の総領弟子三遊亭炎章は気に、入り、自身の全名の一つである。 テーマ窓科学を襲名させた。このことは、六代目円楽襲名披露工場時に、弟子の林や菊王によって触れられている。また、弟弟子四代目霊霊社馬風も、炎症の天敵だった。1978年、炎症が中心人物となって引き起こした、落語協会分裂騒動では、師匠遠征に逆らって、落語協会残留を決めたために破門にされ、 芸名の強制返却の目にあった三番弟子、三遊亭吉尾を救い、自らの客文格の弟子とし、春風亭一柳に改名させた。その一方、演唱の芸の実力は認めており、弟子の林家正弱は、落語百景の中で、演唱師匠がお亡くなりになった時も、青山斎城に出向いたうちの師匠は、落語の祖、安楽安作伝の研究で知られる名古屋在住の、 関山和夫先生に言ってました。これほどの名人はもう二度と出ないんだから、関山先生、大いに炎症師匠のことを褒めてやってくださいよと、感動しましたねと語っている。また、三遊亭窓片けは、著書、ご覧侵楽語協会分裂と、遠征とその弟子たちの中で、弔問に訪れた際、炎症さんも、あんな事件さえ起こさなければいい人だったんだけどね。 とで死に対して語ったという。ある寒い冬の夜、楽屋で炎症がお先とヒコロクに声をかけると、ヒコロクは外も寒いからお気をつけてと答えたという。関係者はいかにも林やらしいと思ったという。また、かつて共に一朝に教えを受けた五代目古根亭今助は喧嘩友達だった。もっとも影では互いの健康を気遣っていたという。 今スケの元師匠四代目古根イ今スケの妻花と、ヒコロクの妻牧は姉妹である。大阪落語の二代目路の五郎ともつながりがあり、怪談話のいくつかは五郎に伝授し、ヒコロク没後は五郎改め、五郎兵衛が講座で行ったりしている。前師匠三代目子さんを尊敬し、子さんの心でおろという戒しめを込めて、昇進教、ザウの命としていた。その点では同じ。 元章さん一門の兄弟子五代目います家も同じだった。また、昨日あった劇作家、宇野忍のぶ、先竜家の坊の久志さん、東京新聞の富田博士、TBS の出口和夫との五人で和芝、会という会を作り、日本橋、対明県で食事をしながら、観談をしていた。家事息子、中村中造、倉前加護、文七元結、階段ボタン道路、 神経重ねが淵、カジカザは、山崎や、一眼黒、ゾロゾロ、淀五郎、紫眼狼古木、ゴンベイタヌキ、頭山。芝居話では、菊模様皿山木段、雪の戸高は、引き窓、余兵、総長長、名月若松城、新助一五郎。新作では、平岩弓江作の、傘と赤い風車、正岡博史作の、ドクロ自作の、 捨てて子誕生、年への階段、二つ面等がある。記録映画の収録日及び、記録映画でのクレジットを一家に記す。クレジットは、表示順に順じている。将来性のある、若手芸人や、寄席文化に著しく貢献した人を検証して、落語、演芸界の活性化を図ると同時に、一徹に生きた、名人林や彦六、そして夫人である。 岡本牧の名を後世に伝えるための検証制度。1995年6月に制定。1996年5月に第1回の表彰式を日本橋対名県で開催。毎年5月に開催。2009年に終了。1970年に開催の 林や肖像芝居話の回の模様の一部を残した 16mm フィルムの記録映画の貸し出し時の謝礼や寄せや落語会などでの公演の模様を収録し放送やレコードなどの販売での二次使用料等の印税などを元に賞の基金を送っている。これはヒコロクがすでに寄せや落語会ではいくらかの出演料はいただいておりこのお金は 不労所得で二重取りになると受け取りを誇示し、舞台美術家の伊藤清が預かっていたものを元にしている。2009年の第14回開催後に伊藤が亡くなったことにより終了した。ヒコロクは筆まめな人で多くの著書を残している。月々のファンクラブ会放も自らの手で書いており、長井秋夫、伊藤清著、長、ヒコロクからの手紙。 林家肖像会の記録に全容が残されている。林家肖像名義、林家彦六名義。ありがとうございます。